中越信号場は、北海道上川郡上川町和座中越にある、北海道旅客鉄道赤北本線の信号場である。電報略号は名古。かつては、駅として設置されたが、現在は、信号場として運用される。1977年の中越駅と、周囲約500メートル範囲。右が、円軽方面。かつては少しずれた。 相対式ホーム2面2線で、駅裏の上川側に、北見峠越え補給用上機機関車の転車台と、待機線、駅裏に木回し線を有し、駅舎横の上川側に、貨物ホームと2本の引っ込み線を有していた。またこの貨物ホームに隣接して、木材の土場が設けられていた。この写真では、各ホームや木回し線が撤去され、新たに、 駅裏側ホーム跡に副本線のレールが敷かれる。一方、駅舎側ホーム跡へ、本線の上り線が移設されて、上下線間が広げられ、その中央に、短めの細い簡易型の島式ホームが設けられて一面二線プラス一線となっており、以前の配線とは、全く異なっている。放置された、転車台と、木回し線の軌道跡だけが、かつての姿を残しており、 ドバートには木々が植栽されている。信号状となった現在では、島式ホームも撤去されて乗降用設備は一切なくなっている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成北海道の各地に同じ音の言葉が残されているが、上川から石狩川支流のルベシベ川に沿って、アイヌ語で、ルペシュペ。 道が下っているところあるいは、道が峠を越えるところと呼ばれていて、それが点火してルベシベあるいは漢字を当てられて、止め辺支部となった。ルベシベ川流域の地区は、明治の開拓時代に、さらに予約した、コシジのあざなに変わった。明治29年、コシジ地区と、北見峠の中間にあたる、この地に、関節の中越駅停車が設けられたのが、 中越の地区名の始まりと言われており、当駅もその地区名から取られている。参戦あり列車交換が可能。赤北本線と国道273号が並走する区間にあり、国道から徒歩でアプローチすることができる。正面に第二次中越間接駅停車跡の石踏みが立つ。峠の上川側の入り口である。道路と川と森林のみである。ありがとうございます。